ここまで近づいても米見えないからね、俺。やばくない？俺の視力って。スマホで米見ようと思ったら、ちょっと待ってよ。いつもどれぐらい近いかっていうと、裸眼でね、こんぐらい。ここで初めて米読める。だ、距離だとこれぐらいだよね。うん。こうじゃないと読めないもん。いや、マジで視力悪すぎて、0.0何歩ぐらいで、ここからだと、いや、なんかゲジゲジに見えるもん、米ビューのコメントが。いや、なんか、なんだろう、黒いっていうか、ネズミ色の何かがこう、下から上、俺、米ビュー下から上にコメント流れる。ブラウザは上から下なんだけど、こう下から上にこうやって流れてくんだけど、なんかゲジゲジに見えるもん。文字は何も読めない。うん。ひらがなを書いてるのか、カタカナを書いてるのか、漢字なのか、何なのかわからない。まあ、唯一わかるのが、横の長さ。だから短かったり長かったり、その長文なのか短文なのかっていうのはわかるけど、書いてある内容が、もう、ひらがなとか漢字とか記号も何にもわからん。なんか、薄いなんか黒いものが、高速で動いてるっていうのが、実感できるくらいで、ほとんど読めない。うん。それが俺の視力だね。だって、ここのテーブルに置いてある、これ読めないもん。これなんて書いてある？俺これで読めないもん。自分の持ってるペットボトルの文字。まあでもまあ、わかるよ。麦茶だけど、麦茶がこれ文字読めないですもん。ここで。ここで初めて麦茶がわかる。こうしたらもう見えないね。ここで見えない。見える。ここで初めて見える。この距離でわかる。で、この辺が結構綺麗かなっていう。すげえ視力悪いでしょ。だって、これなんか、ツイキャスのマグカップあるじゃん。ここまで来るとツイキャスくん、モイくんのね、ツイキャスくんかな？キャスくんか。のマグカップってわかるけど、これ遠目に見たら赤と青と黄色しか見えないから、草加のカラーにしか見えないもん。で、しかも今この話が受けてるかどうかもわかんないです。コメント読めないから。うん。だから米拾えないし。まあ、その代わり何事も自由で、なんか叩かれててもわからない。うん。これ一番虚しい状態だよ、このメガネ取ってたの。本当何も見えないな、俺。こんなに目悪いんだ。なんだっけ、目の手術。なんかあるよね。なんか視力回復するやつ。当たり外れあるやつ。なんだったっけ、なんか目にピシってやってさ、なんか視力をさ、回復させるやつ。なんだっけ。あ、そうそうそう、レーシック、レーシック、レーシック。レーシックだよ。今もこれメガネがなかったらレーシックっていう言葉思い浮かばないからね。いや、マジで。うん。これメガネがあるおかげでコメント見れて、あ、レーシックなんだなってわかるけど、今こうやってやってたら、レーシックって言葉出てくるまでどれくらい時間かかったかわかんないもん。メガネつけましょうか。うん。いや、ずっと目悪いよ。だって、俺が目が悪くなるエピソード知ってるでしょ？ハリー・ポッター事件っていう。小学校6年生の頃に、友達が使ってたハリー・ポッターみたいな丸いメガネに憧れて、そのメガネめっちゃかっこいいよね、みたいな話になって、使ってみる？って言われて、その時に、その丸いメガネを友達のを借りて一日自分、まあその時視力2.0ぐらいあったのに、その友達の丸メガネを一日つけて、カッコつけてたら、その日から目が悪くなって、こうなってしまったんですよ。一番最初のきっかけが、人のメガネを使ったってことなんですよ。うん。だから、うち別に、親父は視力悪いけど、別にそんな視力悪い家系ではなくて、まあ母親がなんか、糖尿とかから来る、ので悪くはなったけど、そう。元は2.0あったんですよ。2.0あったんだけど、人のメガネを1日使ったから、もう目がおかしくなっちゃったんだよね。そう。だから小6の時に、結局それで自分も目が悪くなって、メガネを買う羽目になって、菊池でメガネを買って、もうそっからメガネ戦士だね。元は2.0、1.8ってあったんだよ。そう。めちゃくちゃ視力良かったんだよ。裸眼で。うん。最悪だよね。
その眼鏡を借りなかったら俺は未だに視力が良かったかと思うと、ねえ、頭悪い、顔悪い、態度悪い、性格悪い、いろいろ悪いところあるけど、目だけは良かったって言えたのになと思って今ね。未だに視力下がるもん。そう。未だに視力下がる。あと俺ね、身長伸びたんじゃないかなと思ってんだよね。身長伸びたんじゃないかなっていう。この前、187センチのリスナーと会ったんだけど、横に並んで身長同じだったんだよね。俺ずっと身長183だと思ってたんだけど、もっと伸びたかもしれないんだよな。いや、そのリスナーは病院に行って、病院かな？健康診断で病院に行って身長測ったからガチ身長なんだよ。ガチ身長で187なんですよ。その187の彼の横にいて、俺もほとんど変わんないんだよね。だから、185ぐらいはあるかもしれないです。で、まあ、ちょっとラーメン食った日なんだけど、携帯にさ、なんかさ、測るアプリみたいなのあるじゃん。なんかその服とか、例えばさ、なんかさ、家具買うときにさ、部屋の幅を測ったりとか、机の幅測ったりみたいな、計測アプリみたいなやつあるでしょ。まあ、その他、フリーのアプリでもさ、結構あるじゃん。なんか、あれで、身長測ろうかなと思って、頼んだんだよ、そのリスナーに。まあ、今こうやってさ、病院に行ったりとかして、こういうことできないから、すぐにはできないから、もうアプリでざっくりでいいから、ちょっと出してみようよ、みたいな。そう。で、やってもらったよね。そしたら、なんか、こう、頭の先から足の先までやってるんだけど、全然アプリが計測しなくて、エラーみたいな。なんでかわからない。ちゃんとピシって立ってやってんのに、エラーとか言って、測ってくれないんですよ。高さを。で、なんだよそれっつって、面白くねえなとか言いながら、まあでもしょうがないやっつって、まあじゃあいいよって、多分離れてるから、もしかしたらエラーで出てんじゃない、多分近いものだけ測れるんだよって言って、じゃあ近くで測れるもの何かなと思って、顔じゃねってなったんですよ。顔じゃねっていう。そう。ね、だから顔なら測れるよねって言って、ちょうどラーメン食いに行くのに俺車で運転してたんですよ。で、運転してて赤信号の時にこうやって前向いてるじゃん。で、前向いてる俺を、助手席に座ってるそのリスナーが、俺の顔の横を、なんかその計測アプリみたいなので、ここでピッて測ったら、いくつだったかな？ 26.5 センチ？なんか、ここの、横から見た、ここの、顔の高さが、ざっくりで、なんか26.5とか、なんかそんぐらいだった気がするんだよね。なんかこれがでかいのか、小さいのかわからないんだけど、そうそう、横ね、横。前からじゃないよ。で、何それ、横で測ってんの？みたいな。横はなんか、大きく出てんのか小さく出てるかわかんないから、いいよっつって、とりあえず車止めて、駐車場止めたら、ちゃんと測ろうよっつって、じゃあ測ったっつって。で、車止めて、顔正面から撮ったら、またエラーが出るんですよ。そう。横は測れる。横は測れるんだけど、前からこうやってってさ、計測すると全然測れないんですよね。あれってなんで測れないのかわかんない。だって、なんか机の幅とか他のやつは全部測れるんだよ。だから顔になると測れないって。でも多分ざっくり26.5ぐらいだと思う。この世にいないのかもしれないねって。いるわ。で、ことこの世にいないのかもしれないって、その二次元漫画みたいな。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキュー。